Hi guys, it's already March. How is your New Year's resolution coming? Today I want to talk about setting goals in different areas of your life. Think about the important things that are building your lifestyle so that we can achieve the goals more efficiently and more constructive way. もう2020年始まって3月になりました。皆さん、年始に立てた今年の抱負は達成に向かってしっかり進んでいますでしょうか？今日はゴール設定の仕方、そしてそれをどうやって進めていったらいいのか、それから2020年年末には自分がどう感じていたいかを一緒にノートに書きながら学んでいきたいと思います。動画の最後には皆さんの自分の理想のイメージがもっとクリアになっていたり、モチベーションが上がっているのを感じていたら嬉しいです。目標を立てるというと、大体の方は痩せたいとか、何かに合格したいとか、英語が話せるようになりたいなど、全体的にぼんやりとした目標を一つ挙げることが多いかと思いますが、よりクリアな自分に近づくためには、一つではなく、自分の生活や人生のいろんなエリアの中でそれぞれの目標を立てると、より建設的に目標に沿って毎日を進めていくことができます。ではこれから一緒に表を書きながら説明していきたいと思います。きっちりしたいという方はコンパスとかがいいかもしれませんが、私結構適当なんで、これキャンドルの底、私は8等分します。これは6でも4でも皆さんのライフスタイルに合わせて変えて OK です。私のはこんな感じになってます。仕事とか学校、健康とか遊び、余暇、金銭的な面とか、自分の学びとか住んでる環境とか、そういう基本的なものはどなたにも当てはまる項目かなと思います。その他に自分のやってる趣味とか学びとか、自分のライフスタイルを組み立てている大事なもののジャンルを挙げてください。なのでジャンルは必ずこれというわけではなくて、それぞれ皆さん違ってきます。これを5段階に分けます。これもまた私は得意の適当、ルーラーとか使いたい方は使ってください。書き終えたらそれぞれのカテゴリーでスマート SMART を使って今年の年末までに自分がどうなっていたいかの目標を立てます。会社勤めの方はこのスマートの法則聞いたことがあるかと思います。 S Specific 具体的に分かりやすく、単に営業成績を上げたいとかではなく、毎月新しい顧客を2人増やすとか、具体的に細かく目標を立てます。 M Measurable 計測可能か定量的か、これは評価確認のために必要なんですが、これも痩せたいとかではなく、年末までに5キロ痩せたいとか3キロ増えたいとか、目で見て確認できる数字を出します。 A Agreed upon 同意して達成可能なという意味なんですが、こうしなきゃいけないかもしれないみたいな、こう周りを気にして立てているのではなくて、自分が本当にそうしたいか、自分が納得してこの目標をちゃんと立てているかというのを考えて立てます。 R Realistic 現実的か、宝くじ1等当たりたいとか、これは自分のコントロールできる範囲でもないし、運に関わる問題で自分ではどうすることもできないので、自分でコントロールできる範囲の目標を立てます。 T タイムリー期限が明確、これは先送りしないようにきちんと自分で期限、いつまでにこれをするっていう期限を決めます。さっきつけたこの5段階のマークで、今の現状と12月にはどうなっているか、予想でも希望でもを5段階で印をつけていきます。0が全く達成できていない、満足していないで、5が理想の状態、満足している状態です。これが私の今の現状、
で、これが12月の私の予想もしくは希望です。カテゴリーはこれは私の場合なのですが、お仕事は今結構やってることとやりたいことの間の不透明なところにいるので、12月までにはそれが少しでも見通しができてクリアになっていたらいいなと思うので、でもまだこう安定はしないと思うので 2.5 から 3.5 で、健康は去年痛めた腰痛がまだ痛いので、痛みとして感じているものなので数字で表せるものではないですが、洗顔15分やっても痛くならないようにヨガとか筋トレを頑張りたいと思います。美容はもう38歳、シワも白髪も増える一方なので、現状を受け入れながら下がらないようにキープだけはしたいと思います。 YouTube 今は2で、年末にはサブスクライバーが4000人になったらいいなと思います。で、あとコンテンツの内容としてももっと濃い内容、情報をお届けできるような内容にしていきたいと思っています。トラベル、彼の手術があったので去年から1回も旅行できてないので、今年1回でもできたらいいなと思います。ファイナンス、今通っている学校の支払いがあって結構今厳しい状態なので、年末にはそれが少しでも回復しているといいなと思います。勉強は今たくさん勉強したいけど、まだなんか時間が足りなくて十分にできていない気がするので、でも年末には学校も終えて今よりは自信がついてていい状態になっていると思う。彼は今まだ彼は回復中で体調が万全でないので、4、年末には5になっているといいなっていう円グラフになりました。バランスよく円形に近いのが理想ですけど、予想してなかったことが起こるのが人生なので、もちろん目標を途中で変えても OK です。目標を少し高く立てて自分の意欲をかきたてるのだったらそれはいい効果になりますが、高く立てすぎてダメだ、いくら頑張っても近づけないって逆にギャップを突きつけられているような感じでやる気を失ってしまいそうなタイプの方は、自分の手の届く範囲をしっかり見定めて目標を立てることをお勧めします。表を眺めて、年末にはそれぞれのジャンルで自分がどう感じているか、自分がどのような表情をしているかを心を静めてイメージします。強くクリアにイメージすることで、脳は自分がもうその状態にいるんだと錯覚を起こします。潜在意識レベルから自分の目標に近づけるようマインドもハートも集中していきます。では最後に、この目標たちに対して今日できることは何ですか？実際にアクションを起こすことが一番大事です。声に出して言う、紙に書いて貼る、今立ち上がってやる、動く、それぞれの目標に向かって第一歩を今踏み出してみましょう。何か少しでも目標を立てる時のヒントをお伝えできていたり、12月には皆さんがどういう風に感じていたいかというビジョンをクリアにできるお手伝いができていたら嬉しいです。今日も見ていただきありがとうございました。一緒に頑張っていきましょう。では、Thank you so much for watching. I will see you in the next video. Bye.